んにちは。この番組では坂井家のコンシェルジュ白瀬泰造じいちゃんとイギリスウェールズ出身の孫娘私ジェーンが坂井市内のホットな情報をお伝えしていきますね。今回は私ジェーンが担当します。今回も番組の特別編成で時間を拡大してお送りしていきます。さて今回のコッシェルジェ坂井さんちの出来事ではサップ体験&基礎観察の話題をお送りします。そして特集コーナーでは演劇教室マッフ親子のための朗読会雪女とやってみようさフレイル予防をお送りします。それでは坂井さんちのコッシェルジェスタートです。小学3、4年生の親子が地元三国の海を満喫しました。今年は新型コロナウイルスの影響でプール授業や夏休み中のプール開放がなくなってしまいました。そんな水に親しむ機会が減ってしまった子どもたちに親子で水に触れ合える機会を提供したいと堺市障害学習スポーツ課主催でサップ体験&基礎観察のイベントが開催されました。三国は綺麗な海と豊かな生き物の宝庫ですので、まあ、ぜひそれを次世代にもつなげていくためにもですね、ぜひそういったことを知っていただいて、郷土愛につなげていただきたいなと思っております。このイベントで行われたサップ体験とはスタンドアップパドルボードの略称でボードの上に立ちパドルを漕いで水面を進む新感覚のアクティビティです。基礎観察では海辺に生息するさまざまな生き物を自分たちで捕まえて間近で観察していました。みんなすごく楽しそうですね。いろんな魚を見れたことやサップに乗って立てたことが楽しかったです。いつも行ってる海にはいない生き物がいたから、いたところが楽しかった。この体験を通して三国の海の魅力を感じ、素敵な夏休みの思い出をいっぱい残してほしいですね。雪女田中幸太郎作朗読石黒雪見。玉川べりになった調布の材に美濃吉という若い木こりがいた。その美濃吉は毎日崎山の模索に連れられて玉川の渡しを渡り二里ばかり離れた森へ仕事に通っていた。ある冬の日のことだった。いつものように二人で森の中へ行って仕事をしているとにわかに雪が降り出してそれが大吹雪になった。二人は仕方なしに仕事をやめて帰ってきたが私へ来てみると私はもう止まって船は向こう岸へつないであった。二人はどうにもならないので河原の船頭小屋へ入った。
船頭小屋には火もなく、二畳ほどの板敷きがあるばかりであった。二人はその板敷きの上へ蓑を着て横になったが、昼間の疲れがあるのですぐ眠ってしまった。そのうち蓑吉は寒いので目を覚ました。小屋の戸が開け放しになっていて、雪が盛んに舞い込んでいた。模作さんが外へ出たのか？蓑吉は模作の方を見た。そこには真っ白い着物の女がいて、それが模作の上へのしかかって、その顔へ息を吐きかけていた。蓑吉は驚いて声を立てようとした。と女は模索を捨てて蓑吉の上へ来た。それは白い美しい顔であったが、目が稲妻のように鋭かった。蓑吉は突き飛ばして逃げようとしたが、体も動かなければ声も出なかった。女はその時初めて蓑吉の顔に気がついたようにした。蓑吉は田舎に珍しい美男であった。このことを誰にも話しちゃいけないよ。もし話したら、お前さんの命はないよ。わかったね。忘れちゃいけないよ。女はそのまま蓑吉を離れて外へ出、降りしきる雪の中へ姿を消していった。蓑吉は羽を着た。そして戸をピシャリと閉めて、背でそれを押さえながら模索の方を見た。模索さん。模索は返事をしなかった。蓑吉は恐る恐る模索のそばへ行って、模索を揺り起こそうとしたが、模索は氷のように冷たくこわばっていた。蓑吉はその場に倒れてしまった。あくる朝になって蓑吉は船頭に着付けの水を飲まされて我に帰った。船頭は村の者を呼んできて、ともども蓑吉をその家へ運んで行って事情を聞いたが、蓑吉は何も言わなかった。蓑吉はそれから長い間床についていたが、やっと体の具合が良くなったので、一人でまた森へ通うようになった。そして私場の船頭小屋のそばを往復するたびに、白い着物の女のことを思い出して恐れた。そのうちに一年ばかり経った。それは
木枯らしの寒い夕方であった。美濃吉は森からの帰りに私に乗ったところで、風呂敷包みを湯とんがけにした田舎娘が乗っていた。手足の華奢な色の白い娘であった。私をあがった美濃吉は、その娘と後になり先になりして歩いていたが、そのうちに並んで歩くようになった。美濃吉は娘の素性が知りたかった。お前さんはどこだね。娘は武蔵の奥の者で、両親に死に別れ、他に身寄りもないので、わずかな知人を頼りに江戸へ女中奉公の口を探しに行くと言った。美濃吉は女の頼りない身の上を聞くと気の毒になった。そこで自分の家の前まで来ると、今晩はわしの家へ泊まって、明日ゆっくり行きなすったら。娘はすぐ身の吉の言葉に従った。娘はおゆきという名であった。美濃吉の母親は美濃吉からおゆきのことを聞いて、おゆきを家へ置くことにした。おゆきが家にいるようになってから、美濃吉は至極元気になった。やがて美濃吉とおゆきは夫婦になった。おゆきは母親をひどく大事にした。本当にいい嫁が来てくれた。お前たちはいつまでも仲よく暮らしておくれよ。おゆきは次々に10人の子供を産んだ。子供たちはみんな色が白くて、木こりの子のようでなかった。その上おゆきは10人も子供を産んだにもかかわらず、要望は美濃吉のところへ来た時と同じように若々しかった。おゆきさんはわしらとは違ってる。あれは人間じゃないよ。村の女たちは陰口を聞き合った。幸福な月日がまた何年かたって、木枯らしの吹く冬が来た。ある夜、おゆきはいつものように子供たちを寝かせた後で針仕事を始めた。行灯の明かりは浮き上がるようにおゆきのきれいな顔を見せていた。美濃吉はぼんやりと炉端に座って、見るともなしにおゆきの顔を見ているうちに、昔船頭小屋で見た奇怪な白い着物の女のことを思い出した。おい、おゆき、お前がそうしているところは昔俺が会った女にそっくりだぜ。お前も白いが、その女の顔はとっても白かったぜ。話しておくれよ、その女のことを。
それがさ、本当に気味の悪い話だよ、お前。肝を潰しちゃいかんぞ。美濃吉は大吹雪のこと、船頭小屋へ泊まったこと、模索の奇怪な最後などをこまごまと話した。その女の顔の白さったらなかったぜ。あんまり不思議なことだから夢じゃなかったかと考えてみるがな。何にせああして模索どんが取り殺されたところを見ると、やっぱりあれが雪女ってものだろうな。お雪はいきなり手にしていた縫い物を投げ捨てるなり、つかつかと美濃吉の前へ来て、すごい雷のような目をして美濃吉を見た。そりゃ私だよ。あの時あんなに約束してあるのに、お前さんよくも約束を破ったね。だがもうお前さんをどうもしないよ。その代わり子供を可愛がっておくれ。いいかい、もし私の子だからってひどい目に遭わしたら、その時こそ、わかったね、お前さん。声の終わりの方が風のようにかすれた。かと思うと、お雪の体はぽーっと白い霞のようになった。そのまま天窓から出ていった。こんにちは。日本一の長生きを目指しています長生き一です。このコーナーでは私長井が健康と要介護の間の状態のことを指すフレイルについて詳しく掘り下げ、今の健康な状態を少しでも長く維持して元気で長生きができる秘訣をお伝えします。今回のテーマはこちら、何もしないと筋肉は衰えます。第2回の放送でフレイル状態になってしまう一番大きな原因は筋肉の衰えで、年を取るにつれて筋肉が衰える現象をサルコペニアということをお話ししました。今回はそんなサルコペニアについてもう少し詳しくお話しして、筋肉の衰えを防ぐことができるような運動や意識すべきことについてご紹介します。
ここからは福井県フレイルトレーナーの田島さんに詳しいお話をしていただきます。田島さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、なぜサルコペニアがフレイルの最も大きな原因なのかについてお話しします。永井さん、自分がサルコペニアになった状態を想像してみてください。普段している行動がどう変化すると思いますか？そうですね、足、腰の筋肉が衰えて転倒しやすくなると思うと怖くて外へ出られないですよね。それに噛む力が弱くなって硬いものが食べられないと無理して食べようと思わなくなりますし、好きなものも食べられなくなってしまうかもしれませんね。そうですよね。サルコペニアが要介護状態の入り口とされているのはこのことが原因なんです。この図を見てください。サルコペニアになると怪我をするかもしれないという恐怖心から外出しなくなり、人との関わりが減っていきます。また硬いものが食べられなくなったり、飲み込む力が衰えることで栄養不足に陥ります。そして最終的には骨折や認知症のリスクが高まって要介護状態になってしまうというわけなんです。なるほど。サルコペニアから連鎖的に体の機能が低下してフレイルになってしまうんですね。では田島さん、サルコペニアにならないためにはどうすればいいのでしょうか？はい、まずは食事についてです。筋肉を作るために必要不可欠な肉や魚、卵や大豆などのタンパク質、筋肉を動かすエネルギー源となるご飯やパンなどの炭水化物、さらにタンパク質の動きを助ける野菜や果物、海藻などのビタミンやミネラルなど栄養バランスの良い食事をとることが大切です。何でもバランスは大事ですね。もちろん食べるときにはしっかり噛むことも意識しないといけませんね。はい、そうですね。次に運動についてです。サルコペニア対策として最も手軽にできる運動はプラス10センチウォーキングです。何がプラス10センチなんでしょうか？歩幅です。普段の歩幅よりさらに10センチだけ大きく開いて歩くように心がけてみましょう。歩幅が大きくなると自然にスピードが上がります。すると筋肉に刺激が与えられ、ただ単に歩くよりも何倍も筋肉のトレーニング効果が期待できます。たった10センチと思うかもしれませんが、意外と汗をかくものですよ。それなら今日からやってみます。ただし無理はしてはいけませんね。その通り、無理なく楽しく続けることがサルコペニア予防では大切になってきます。皆さんも継続できるように心に余裕を持って取り組んでみましょう。次回はフレイル予防の3原則の一つ、栄養について詳しくお伝えします。ではまた。マリン体操を始めましょう。その場で軽く足踏みします。脇をパタパタ、前後ろ、前後ろ、手を前に屈伸しながらクロール。手を後ろに背泳ぎ、手を横に開いて平泳ぎ、体をひねってリフティング、ももを肘にタッチタッチ。
手を腰に、足を斜めに、キック、キック。足を後ろに、かかとに、タッチ、タッチ。呼吸を整えましょう。さあ、次はストレッチ体操です。呼吸を止めず、反動をつけず、筋肉をゆっくり気持ちよく伸ばしていきましょう。両手を頭の上で組み、真上にゆっくり伸ばします。全身のストレッチです。緩めて、もう一度。そのまま体を横に倒します。脇腹のストレッチです。反対。その手を前に、後ろにひねります。肩からお腹にかけてのストレッチです。反対。おへそを見るように背中を丸めます。背中のストレッチです。両手を後ろで組み、胸を張ります。胸のストレッチです。足を大きく開いて腰を落とします。膝が内側に入らないように、股関節のストレッチです。肩入れをします。肩のストレッチです。反対。体をゆっくり起こし、足を前後に開きます。体重を前にかけます。ふくらはぎのストレッチです。前膝を伸ばし、体を前に倒します。後ろもものストレッチです。足首を持ち、かかとをお尻に、前もものストレッチです。足を入れ替え、体重を前にかけます。前膝を伸ばし、体を前に倒します。足首を持ち、かかとをお尻に、軽く足踏みします。深呼吸。はい、もう一度。